遥か昔、この世界がまだどこまで行っても果てない海と、どこまで行っても尽きない空だけだった頃、二中の巨大な神が生まれた。巨神と鬼神、昼と夜を経た今、僕らの世界、巨神のムクロの上に広がる大地、巨神界は鬼神兵によって蹂躙されていた。の乱れに乗じて進軍た機械の化け物にしちゃ知恵が回るじゃねえか。けどな、ダンバン戦軍に撤退命令だ。戦線をコロニー6まで交代、そこに最終防衛線を張るぞ。なるほど、そいつは賢明だ。このままじゃ俺たちみんなあの世行きだからな。ちげねえ、そいつはとっとと引いちまうぜ。なんて言うとでも思ったか。何、引かなきゃ死ぬが、引けば未来はつかめない。なら掴もうぜ未来。なに、俺たちにはこのモナドがある。掴めるさ、絶対にな。このイノシシが。これ以上は貴様の体がモナドについていけん。動きを見ていればわかる。その年でもう老眼か、ディクソン。俺は平気だよ、まだこいつは握れてる。イノシシには言葉が通じないか。よかろう、俺も付き合わせ、貴様の死に顔を拝んでやろう。あんたに拝まれるのだけは勘弁願いたいね。おいおいおい、撤退命令が出たって言ってたろ。俺はごめんだぜ。ダメダメ、お前も来るんだよ。こいつだって頼りにしてるんだ。敵の第二陣が進行開始しました。さーて、ダンバンよ、奴らに見せてやろうぜ。俺たちホムスの生き意地ってやつをよ。承知。何が生き意地だよ、バカじゃねえのか。死んじまった冗談にもなんねえぜ。仕方ねえ、こうなったらダンバンの野郎を取りにして適当に隙を見て。